お元気ですか、ボクシミです。今回は 2023BBM ベースボールカードプレミアムデニスの開封動画でございます。こちらはですね、ワンボックス4ミニバック、ごめんなさい、4ミニボックスで20パック入りとなっております。で、1パック5枚入りで1ミニボックス5パック入りとなっております。で、これ結構ね高いのでね、もう、気を引き締めて開封したいと思います。それでは早速ね、4ミニボックス開けたいと思います。ではね、早速やっていきたいと思います。まずはですね、こちらの2つのミニボックスを前編に回して、残りの2つのミニボックスを後編に回したいと思います。ではやっていきたいと思います。まずはね、前編の1袋目でございます。はい、ね、以上これね、5袋ね、5パック入っております。ではやっていきたいと思います。まずは前編の1パック目でございます。西武の外崎修太、内野手です。阪神の大山雄介、内野手です。で、日本ハムの万波中正、外野手です。オリックスの宮城大弥投手でございます。で、中日の高橋宏斗投手でございます。続いて2パック目でございます。阪神の村上頌樹投手でございます。ロッテの佐々木朗希投手でございます。ヤクルトの長岡秀樹、内野手です。楽天の早川隆久投手でございます。で、巨人の岡本和真、内野手です。3袋目でございます。ロッテの小島和也投手でございます。ヤクルトの田口和人投手でございます。横浜の佐野啓太、外野手でございます。楽天の庄司恒成投手でございます。で、巨人の秋広優斗、内野手でございます。4袋目でございます。西武のデビッド・マキノン、内野手でございます。阪神の大竹耕太郎投手でございます。で、ソフトバンクの牧原大成、内野手でございます。オリックスの茶野徳正な、外野手でございます。で、中日のライデル・マルチネス投手でございます。で、5袋目でございます。阪神の木浪聖也、内野手でございます。で、ユニフォームカード出ましたね。こちらですね、楽天のこれ浅間選手のこれユニフォームカードでございます。こちらはですね、350/331となっております。はい、続きできます。日本ハムの鈴木健也投手でございます。楽天の島内博明、外野手でございます。で、巨人の戸郷翔征投手でございます。で、続いてね、
2袋目でございます。はい、5パックでございます。続いてね、6パック目でございます。でロッテの藤原恭太外野手でございます。でヤクルトの山田哲人内野手でございます。で西武の蛭間拓哉外野手でございます。でオリックスの中川圭太内野手でございます。で中日の大島洋平外野手でございます。7袋目でございます。広島の秋山翔吾外野手でございます。で、これは、日本ハムの野村勇希内野手でございます。横浜の牧秀悟内野手です。でソフトバンクの牧原大成内野手でございまして、これ楽天のね、チェックリストでございます。8パック目でございます。阪神の中野拓夢内野手です、ロッテの安田尚憲内野手です。ヤクルトの川端慎吾内野手です。楽天の則本貴博投手でございます。ちょっとね、ぼやけていますがご容赦ください。あ、ちょっとね、戻りますとね。はい。で、改めまして、楽天の則本投手でございます。巨人の門脇誠内野手でございます。9袋目でございます。またね、映像がボケてしまいました。ご了承ください。で、西武の平海馬投手でございます。はい、戻りましたね、はい。阪神の森下翔太外野手です。ロッテの山口浩輝外野手です。でオリックスの山崎総一郎投手でございます。で中日の石川昂弥内野手でございます。でラストの、10袋目でございます。またヤクルトの内山壮真捕手でございます。で、巨人の岡本和真内野手のこちらね、色違い模様でございます。ちょっとね、ブルー系の色でございます。こちらがですね、100分の17となっております。ソフトバンクのロベルト・オスナ投手でございます。で楽天の山崎剛内野手でございます。でラストは巨人の中田翔内野手でございます。以上で 2023BBM ベースボールカードプレミアムジェネシス前編の10パック開封動画終わりたいと思います。で、後にね、後編の、10パックやっていきたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。